皆さんこんばんは クリスタルです。いかがお過ごしですか？さて、今日は速報があります。ここのところ連日ニュースを発表してるんですけれども、まあトランプ大統領から目が離せないということもあります。けれども、何と言ってもですね。あの、民主党の動きが、えー、恐ろしいっていうのもありますがい、いえ。実はトランプ大統領が一歩引いてるので、ナンシーペロシさんがどんどん出てくるっていうことですね。インピーチメントをまたわ企てていて、それからもうこの段階を。 ずっと計画してたんですね、もともと。それでこの昨日も申し上げましたけれども、どういうことになるかっていうのがとても心配です。まだ皆さんの中にはトランプ大統領が反撃に出るんじゃないかということにとても期待してらっしゃる方が、 多いんですけれども、もちろんね、もちろん私も本当にそれがあったらいいと思いますけれども、もう遅きに死したんじゃないかなって思ってます。っていうのはもう、あの、こういうことはですね、私たちの耳に入る前に、もう電化、電光石火のような、あの、激しさですね。で、動かないとダメなんですね。古来から戦術っていうのはそういうものなんですよ。それがもう私たちの耳に届いてからまだ検討してるようだったら、もうそれはね、あの、相手側はただの人じゃないんですから、え、いろいろ と計画してしてままいますさて、えー、あの騒然としてますけれどもツイッター社がですねトランプ大統領のアカウントを永久に停止したと発表してこれはあの大変な話題,読んで話題を呼んでいますアメリカのツイッター社は8日トランプ大統領のアカウントを永久に停止したと発表しました。たトランプ大統領による最新投稿内容を詳しく 検討した結果、さらなる暴力を煽る危険があると判断したと言っているんですけれども、これに対しては、 あの、ルー・ドブスさんなど、あの、フォックスニュースのですね、あの、いろいろな司会者の方とか、それから保守系の方たちがみんな驚いてます。え、え、痩せても枯れても一国の大統領を、たかが民間企業がですね、検討した結果とか言った、これどういうことなんでしょうね。皆さんも驚きませんか私も非常に驚いています。ツイッター社は、あの、トランプ大統領のアカウントについて今月6日にアメリカの連邦議会に大統領の支持者らが乱入して議事堂を 占領し、死者が出た事態をめぐって、大統領、大統領の投稿に重大な規定違反があったとして、一時停止して停止していましたね。そこで、その後停止は解除されて8日2件投稿したんですけれども、その辞表自身に投票した有権者に7500万人の愛国者用と呼びかけたほか、今月20日のバイデン、次期大統領の就任式に出席しない考えを明らかにしていました。これが。 ツイッター社の声明によると、アメリカ国内の緊張が続いているところに、さらに、さらにまた愛国者という呼びかけは、暴力行為を企てているものを後押ししかねないと結論付けましたって一体これね、どういうことなんですか皆さん不思議だと思いません彼らはもうなりふり構わずですね。 で、ツイッターなどでは連邦議会の襲撃を含む新たな武装したデモの計画が拡散していることにも触れて、声明は大統領の投稿は犯罪行為を助長する恐れがあり、暴力の美化を防ぐための会社の規定に反すると判断したって,して言ってます。で、トランプ大統領は私たちを黙らせることはできないといったアメリカのツイッター社が、このトランプ大統領のアカウントを永久に停止した,し停止したことについて、声明を発表していますね。ツイッターの社員は民主党や過激な左派と連携 して私のアカウントを削除した私私と私に投票してくれた7,500万人の素晴らしい愛国者を黙らせるためだとして表現の自由を宣言し制限していると強く非難したんです。これはね あの、全く、あの、正論ですね。今、ここに写ってるのが、ツイッター社の CEO です。え、こっちの写真はちょっとよく写ってますけれども、はじめの写真の方が、<laughs> 髪の根性がよく出てる写真だと思って、私は対応してますけれども。まあ、トランプ大統領は同じ声明を提出された自身のアカウントではなくて、アメリカ政府が管理する大統領を公式のアカウントで投稿したんですけど、この投稿までまたすぐ削除されました。今、写真が写ってるのは、これは y o u youtube の最高責任者ですねこの際皆さん顔をよく覚えたらいいんじゃないかと思って一生懸命探して出してきましたでスイーター社はですね このツイッターと Google がグルになってですね、あの、いろんなことしてますけれども、ついにはですね、パーラーって、まあの、保守派がみんなツイッターを逃れて、あちらに行ったんですけれども、まあ、まあ、昨日のリウンドさんのツ,あのツイートなんかもあ、ごめんなさい、つぶやきなんかも紹介しましたけど、今度は Google がパーラーを潰したんですね。配信を一時停止です。 で、根性を入れ替えたらもう一回、あの、再開さしてやるっていう、そういう、あの、了見らしいんですけれども、これね、非常に横暴だと思いません。大手 Google は8日国内の保守の間で、利用者が増えている新しいソーシャルメディアの一つ、パーラーの配信を一時停止すると発表しました。 このパーラーはですね、あ、ちょっと待ってください。このグーグルの最高責任者も、陰険な嫌な予 <laughs> 報ですね。本当に。いやーもう、ものすごい億万長者ですけれどもね、グーグルのこの最高責任者、こういう顔してるんですね。 どうなのかなこの人のことをもっとよく調べたいと思ってたんですけど、ちょっと時間がありません。なんか、ピチャイさんっていうお名前なんですね。インドか、パキスタン系の感じがちょっとしなくもない,ないんですけど、サンダー・ピチャイさん、2015年からです。あ、このいかにもの方はアップルです。アップルは、このティモシー・ドナルド・ティーム・クック、アメリカ合衆国の実業家、アップルの最高経営責任者です。アップルも共謀して、グーグルとアップルはですね、 あのアプリケーションパーラーのアプリケーションを削除しちゃったんですねできないようにしましたそれでですね Google の声明によるとパーラーの利用者の間で暴力行為をさらにある投稿がつ続いているということで社会への脅威が差してまこれってどっちかっていうと国がこう心配しなくちゃいけないことであってあの民間の一つの企業がやるようなことじゃないですよねそう思いませんで私はねこれ非常に憤慨してます これねやっちゃいけないことだと思います。でもこういう言論統制を平気でやりますね。えー、これ今映ってる方がパーラーの,あの創始者の方ですねが共同経営者がまあ、えー、この間テレビに出してもらってその抱負を語ってたこの若い <laughs> 新進気鋭の,あの経営者なんですけれども一挙にやられちゃいました。でまあ じゃあもう、向こうの意見を少し取り入れて、あの、また出直すつもりだって言ってたみたいなんですけれども、非常に残念です。っていうのは、こうやってどんどん言論が、あの、弾圧されて、しかもですよ、 国から弾圧されるっていうならまだわかりますね。でもその国の最高、最高峰にいる原種がですね、こうやってあっちで、えー、停止され、こっちで削除され、それからあの政府が持ってるアカウントまで停止するって、これちょっと、 ひどすぎません私ね、こう、もうこうなってきたら、もう彼らは一丸となってかかってきてるんですよ。言論を潰して、そしてもう二度と放棄できないようにしてる。っていうことは、もうこれ終わっちゃったんじゃないのかなって嫌な予感がします。っていうのは、ほら、私のことを憎まないでくださいよ。皆さん。 トランプさんに肩入れするあまり目が曇っちゃいけませんよ。武田信玄だってですね、あの、もう誰も何も動かないうちにですね、もう本当に迅速に全てを進めていった。これ古来からの。 決まった戦術なんですね。それが海外の私たちにまで聞こえるようになって、さらに日が経っているっていうことはもうとてもじゃないですけれども、戦術家のやることじゃないですね。一体どういうことが起きてるのか表面に出てないいろいろなことがあるんだと思います。でももう一つにはトランプ大統領はもう失望のあまり、がっかりしてしまって、晩酌尽きてるのかもしれませんよ。それもやっぱり彼も人ですし、74歳ですか考えられないことじゃないですね。ただし、これからが大変です。 さて、そうこうしているうちにですね、一つだけ笑っちゃう話題があります。ぜひこれで気を取り直してください。あのー、混乱の最中に、ナンシー・ペレスさんのラップトップが盗まれました。これね、えー、無力化することがもしかしたらできるかな。 なって思うんですね。セキュリティのあの関係でですね。だって国会内にあるようなものなんですから。でもそれができなかったとしたら非常に傑作です。非常に希望が持てます。いろんな機密事項が入っていたとしたら、それはもうバイデンの息子のあれと一緒に両方出したら、これはすごい勝ち目があるかもしれませんよ。そういう意図で盗んでいったかどうかわかりません。この今映ってる方がナンシー・ペロシの事務所で、あの、気栄を上げてた人ですね。この人がも 持ってったのかなどうなのかなもうちょっとしっかりした人に持ち出してもらいたかったです。ではそこのところにちょっとしたあの希望を託してですね。えー 今日のニュースはこれで終わりたいと思います。さて皆さん、毎度のことですがチャンネル登録よろしくお願いします。YouTube からこのチャンネルをぜひ守ってやってください。それから Twitter もあの登録していただけると一番初めに出しておきました。毎回いろいろなニュースを英語で出た、出るたびにささっと訳して5個か10個ぐらい出してます。それではまた明日気を通り直して頑張りましょう。お元気でおやすみなさい。